Hey Leute, willkommen zurück zu Yakuza 6, The Song of Life. Da komme ich dran. Okay, sorry. Was ist das denn? Nanda. Kono saki wa tachiiri kenshi da. Kero. Nani o tsutatte iru? Hayaku ike. Sonna ni donaru koto wa nee daro. Boku ni nani ka aru no? Nani mo nai. Ii kara, kero to itte iru. どういうつもりだ？何をたまてる？そうか、わかったよ。そんなに取りたければ、としてやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来嘛。我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか、なんとなくわかるぞ。おい、日本人か、あんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。别手下留情，把他给我杀了！Treffe ich ihn da unten nicht. Das geht. Oi, Nava, hodoite kure yo. Hayaku. ふう、命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ健康慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東城会なもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みてえな駆け出しだろうが、見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気だってるな。狙われてんのは東城会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った。ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか。知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東城会の6代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか。いや、そうは言わねえけど、でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん秋山のこと探してんのか。ああ、おかげでいい話が聞けた。
何言ってんだよ。こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？桐生だ。ほう、桐生さんね。わかった。じゃあまたな。桐生、桐生、桐生、カズマ。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。Nein, überhaupt nicht. Geh zum Children's Park. Alter. Ja, okay. Also das war das gleiche Kampfsystem aus 2, aber ich merke erst jetzt so richtig, wie kacke das eigentlich war. Das Kampfsystem. Wir sollten sie in Ruhe lassen. なんだ、秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた、秋山さんの何？古いダチだ。あんた、秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺は桐生ってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた、桐生って、もしかして桐生一馬？そうだ。おお、本当か？いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースになってたよな。3、4年くらい前。ああ。秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか。あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所。知ってるんだな。どこにいる？
このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか？なんだ？そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん？それだけか？それだけだ。俺は毎日飯が食えればそれでいい。長年ホームレスやってるとそんなもんだ。わかった。ちょっと待ってろ。Hole ein Bento. Oh.ダメです。もっと他のものを探しに行きましょう。ね。やだ。私はハルカちゃんのグッズが欲しいの。ハルカちゃん？ハルカだと。そう。イドールスタッフ。ハルカ's biggest fan。ハルカちゃんのグッズって言ったって。そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。探せばきっとあるもん。ハルカちゃんのグッズがいいだもん。売ってたとしてもハルカちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママはハルカちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？Dankeschön. 何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったく。ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子、ハルカのファンだったのか。なあ、お前。え、な、何？お前はハルカのファンなのか。おじちゃんもハルカちゃんのファンなの？ん？ああ、そうなんだ。俺もハルカちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ。おじさん大人なのにハルカちゃん好きなんだ。変なの？おじさん、ハルカちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに、今はどこにも売ってないの。いや、悪いが俺も知らねえな。そっか。やっぱりハルカちゃんのお父さんがヤクザだからかな。ハルカちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近はハルカちゃんの歌も聴いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところで、お前はどうしてハルカのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にハルカちゃんが握手会をしてたの。私んち、いつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってハルカちゃんに聞いてみたの。ハルカ、なんて言ってた？私も友達作るのはうまくないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ。一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。ハルカ、そんなこと。うん。それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。もうハルカちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。うん。おじさんはハルカちゃんのどんなところが好きなの？優しいところだな。優しいところ？ああ、あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな。私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後もハルカちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらハルカちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。それ見てて、ハルカちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。
そうか。さすがはるかだな。あれ？どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに、でもあのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんってお母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がはるかのグッズを探してこよう。え？おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？ありがとう、おじさん。あ、私、あやかっていうの。おじさんは？俺は桐生だ。桐生って名字でしょ？名前を教えてよ。カズマだ。カズマさん、はるかちゃんのグッズ楽しみだな。じゃあちょっと探してくるから公園で待っててくれ。うん、わかった。待ってね。Soll ich das jetzt bekommen? カズマおじさん。さて、はるかのグッズはどこで買えるんだ。まずはドンキホーテにでも行ってみるか。大抵のものは売ってるからな。Da können wir eigentlich sowieso tatsächlich mal hin. Weil da müsste doch bestimmt auch ein Bento-Ding geben. Hatsunori. Kaschkomarimashita. Sore dewa shippatsu itashimasu.せがって。Mein Inventory ist nicht voll. Ach so, stimmt. Oh, oh. War ja so. そういえば、はるかファンの彩香のために。Scheiße, die haben natürlich kein. ありがとうございました。Kein Bento Lunch. ちょっと聞きたいんだが、この店に昔アイドルだった沢村はるかのグッズは置いているか。沢村はるかさんのグッズですか。お調べいたしますので少々お待ちくださいませ。ああ。お待たせいたしましたお客様。申し訳ございません。沢村はるかさんのグッズはもう製造中止となっており、在庫もない状況でして。そうか、わかった。他を当たってみよう。ありがとうな。劇場前のクラブセガに行ってみるといいかもしれないです。アイドルの写真やグッズを交換したり見せ合ったりしてる人たちをたまに見るので。そうなのか、よく知ってるな。よく遊びに行くもので。すみません、差し出がましいこと言って。いや、助かった。ありがとう。
irgendwo noch einen Einkaufsladen? Ja, auf der anderen Straßenseite. Ja, ich brauche ja einen fucking Bento-Lunch. Die Hauptquest. Was? 30.000 Yen? Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir bei dem Club Sega irgendwie dieses Greifspiel wahrscheinlich spielen müssen, um dieses Haruka Merchandise zu bekommen. Ach man. Naja, müssen wir mal gucken. Hallo. Ist ja gar nichts. Oh. Wo ist Bento Lunch? Ich hatte vor allem schon eins. Ich bin so dumm. Ich hatte die ganze Zeit eins im Inventar. Ich hätte einfach direkt abschließen können, die Quest, also die Hauptquest. Manchmal hasse ich mein Leben. Ist halt wirklich so dumm, dass einfach der Kampf direkt startet und den Namen gezeigt wird. Boah, ich dachte schon, man kann hier nicht durch. Das wäre so traurig gewesen. Wow. Also, das ist hier. アイドルファンってのはあいつらのこと片っ端から話を聞いてみるかちょっと聞きたいことがあるんだがいいかあなんだよおっさん沢村遥ってアイドルのグッズを探しているんだがどこで手に入るか知らないか沢村って誰だっけなんか聞いたことあるような気がするんだけど俺夏メロには興味ないんだよね夏メロだとやっぱ時代はチャート1位のユキティでしょ俺は常に先端のアイドルを追いかける男だからなってわけで昔のアイドルはよくわかんねえやすんませんねそうかちょっと聞きたいことがあるんだがいいかはい何でしょう沢村遥ってアイドルのグッズを探しているんだがどこで手に入るか知らないかあなた今沢村遥と言いましたかああちょっとグッズを探しててどうしようああ何彗星のごとく現れ瞬く間に僕らの心を魅了した刹那突如引退を宣言した伝説のトップスターあなたはその沢村遥さんのファンであり僕の同志というわけですねああそうだ遥さんの歌に俺も心を打たれてなグッズとかを集めたいんだが売っていなくて困っているんだ何か情報とか知らねえかなうんなるほどなるほど確かに遥さんのグッズは引退騒動もあって販売取りやめが相次ぎプレミア化してしまっているさらに時間も経っているため今入手することは非常に困難なのですそんなことになっていたのかですが実はつい先ほど激レア遥さんプロマイドを入荷した店があるとの情報を得ましてねこれからその店に向かおうかと思っていたのですがあなたに譲ってもいいですよ。本当か。それはどこの店なんだ。
ですが、あなたがハルカさんファンを装ったただの転売屋という可能性も捨てられません。なので、簡単なハルカさんのクイズを出します。それに正解できたら、同志であることを認め、店の場所をお教えしましょう。わかった。約束だぜ。では、問題です。沢村ハルカさんがプリンセスリーグ初登場した時に歌ったあの超有名な曲のタイトルはなーに？ So much more。 こんなんじゃないだ。正解！あなたを同志として認めましょう。まあ簡単すぎましたかね。ではお教えしましょう。ハルカさんのプロマイドがあるのは恵比寿屋という質屋さんです。ですが激レアですからね。他にも狙う同志たちがいるかもしれません。頑張ってゲットしてください。ああ、急いだ方がいいみたいだな。じゃあ行ってくるぜ。 Okay, das wird eine längere Folge für euch heute, weil ich will diese Sidequest noch in dieser Folge abschließen. Ja, hier in dem Teil werde ich wieder versuchen, ein paar mehr zu machen, weil in Teil 3, 4 und 5 war das jetzt nicht wirklich so interessant, aber hier wird's halt, hier werden auch einfach wieder random einfach welche gestartet, deswegen, ja, wenn wir wieder ein oder andere abschließen. Wo bin ich denn? Da komme ich falsch. たく、時間食っちまった。Entschuldigung. いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいます。ありがとうございました。Ich hoffe, ich finde Gegner, wo mir wieder 30.000 Yen geben. Was ist das denn schon wieder? Darf ich die Stimme geben? Ah, domo domo. Ich möchte ein bisschen was hören. Hm? Entschuldigung, aber Sie haben ein Smartphone, oder? 私ただいまコンシェルジュアプリのひじをご案内しているんですが、少しお時間いただけますか？ああいいだろう、少しだけな。ありがとうございます。それでは早速なんですが、私どもが開発したひじはお客様のスマホにインストールしてご使用いただくアプリでして、例えばですね、明日の天気は？などとお客様からスマホへ話しかけていただきます。するとスマホの中のひじが音声を認識して、明日は晴れですなんて回答してくれるんです。他にも救急車を呼んでと頼むと、ひじがスマホで119番を発信してくれるとか。よくわからんが、
便利らしいな。それに弊社の肘は今現在の最新世界最高峰の人工知能を搭載しているんです。人工知能？ええ、どうも米軍の最新テクノロジーが漏れたとかで、嘘か本当かその技術の一部が組み込まれて疑似的な人格を持つ人工知能ができたそうなんです。言ってるあんたもよく分かってないようだな。まあ私はただの売り子ですから。ちょっと実際の肘をお見せしましょうか。やあ肘、明日の天気はどうかな。明日は晴れよ。傘はいらないけど、もし寒かったら私のことギュッと抱きしめて。なんてね。余計なことまで答えるんだな。ユーモアがあるんですよ。声もなかなか色っぽくて話すと楽しいんです。他人にはなかなか言えないごくプライベートな相談もできますしね。そういえば実は私がお客さんに声をかけたのも肘が判断したからなんですよ。ん？スマホのカメラを街に向けながら肘に誰に声をかけたらいいと質問しました。すると肘が見た目よりいい人だろうと指してくれたのがお客様だったというわけなんです。肘はあなたには好奇心がありそうだし、きっと話に乗ってくると言っていました。ずいぶん決めつけてくるんだな。でも肘のインストールは無料ですし、今ならほんと気軽にお試しいただけます。ほんの1分ほどスマホをお貸しいただければ、私の方で肘を使えるようにしますが、どうです？ああ、やってみよう。かしこまりました。それではスマホをお借りします。お待たせしました、お客様。肘のインストールが完了しました。使い方は肘とスマホに呼びかけるだけ。あとは肘が音声で説明してくれます。かけてもいない電話に呼びかけるのか。お客様はあまりスマホをお使い慣れていないようですね。でも大丈夫、ちょっと使えばすぐ肘にやみつきになりますよ。それではどうぞ肘とお楽しみください。ああ、わかった。とはいえ人前でスマホに話しかけるのはな。 Da müssen wir sowieso hin. 自動公園とか人気のないところで試すか。 Da sind die Hauptquest, dann zweitens die Sidequest.